ステップ3腰壁の作成続いて腰壁を作成しますステップ2と同じ要領でビューを選択してそのビュー名に対応したお気に入りを選択しますラベル矢印の指示通りに連続した壁を作成します 定義ビュー2.3.1から2.3.5までこれを続けますこれらの定義済みビューはすべて 2.3Creating Parapet Walls フォルダに置かれています定義済みビュー 2.3.6SLAV BALCONY トップを選択します 次にツールボックスのスラブツールを選択しますお気に入りパレットのスラブバルコニートップをダブルクリックしてからスペースクリックを使ってバルコニートップを作成しますここで 2.3.7Current State of Walls View を選択して作成済みの壁を表示し進み具合を確認してみましょう 今作成したばかりのバルコニートップを拡大表示し選択します。編集メニューの表示順序から上に表示を選択し、バルコニートップが下の壁に重なるようにします。